スイッチを押すときは2005年8月15日に文芸者より刊行された山田祐介の小説5日後に第2冊が発行されるという刊行当初から驚異的な売れ行きとなり舞台化、ドラマ化、映画化された青少年自殺抑制プロジェクトセンターで監視員として勤務する南洋平 ここでは、四人の少年少女に、自らの命を絶つ赤いスイッチを持たせ、実験をしていた。極限状態で監禁され、孤独に耐えられず次々と命を絶つはずが、この四人は、七年間もスイッチを押さないという異例の子供だったのだ。彼らが、生きたいと願うその理由を聞き、南たちは脱出を図るが、そこには、非常な運命が待ち受けていた。 2006年7月11日から19日にスイッチを押すとき君たちはなぜ生きているんだのタイトルで青山園形劇場にて公演された。また同年12月1日には DVD が発売された。2007年10月26日から11月4日には新国立劇場にて再演公演が行われ、翌年4月に DVD が発売。 2006年7月20日から毎週木曜日の深夜に毎日放送で全10回放送された。また放送翌日にはギャオにて配信された。山田雄介の同名小説を映画化したサスペンスミステリー映画。監督はライズアップに次ぐ商業映画2作目となる中島良。主演は小出圭介と水卓エレナ。映画宣伝隊長として 元国会議員の杉村多造が起用された。極限状態を出すためにクランクイン前から被験者役の役者と綿密なリハーサルを行い、ロケセットは鎌倉にある廃墟施設を使用した。発売、販売元はアミューズソフトエンターテインメント。ありがとうございます。